メリークリスマス、キリト。君がこれを聞いているとき、私はもう死んでると思います。なんて説明したらいいのかな。本当のことを言うと、私、始まりの街から出たくなかったの。でも、そんな気持ちで戦ってたら、きっといつか死んでしまうよね。それは誰のせいでもない、私本人の問題なんです。キリトは、あの夜からずっと毎晩毎晩私に絶対死なないって言ってくれたよね。だからもし私が死んだら、キリトはすごく自分を責めるでしょう。だからこれを録音することにしました。それと私、本当はキリトがどれだけ強いか知ってるんです。前にね、偶然覗いちゃったの。キリトが本当のレベルを隠して私たちと一緒に戦ってくれるわけは、一生懸命考えたんだけど、よくわかりませんでした。でもね、私、君がすっごく強いんだって知ったとき、嬉しかった。すごく安心できたの。だから、もし私が死んでも、キリトは頑張って生きてね。生きてこの世界の最後を見届けて、この世界が生まれた意味、私みたいな弱虫がここに来ちゃった意味、そして、君と私が出会った意味を見つけてください。それが私の願いです。だいぶ時間余っちゃったね。じゃあせっかくクリスマスだし、歌を歌うね。じゃあね、キリト、君と会えて、一緒にいられて、本当によかった。ありがとう。さよなら。